太いま忍 TV ゆきかぜの塩塩塩、それは私たちの体にとって大切なもの塩に含まれるナトリウムは私たちの体に必須のミネラルミネラルには人間の臓器や細胞の活動をサポートしたり 歯や骨の元になったりといった、とても重要な働きがあり。生命活動に欠かせないナトリウムが足りなくなると、命の危機に直面してしまうのである。また、味覚的にも私たち人間が塩に対する要求は、ひときわ強いことが知られているのである。 私たちの祖先は陸上で生活する上で、塩を簡単に摂取できない環境だったため、わずかな塩分でも感じ取って摂取するために、舌を進化させてきました。舌の表面には未来と呼ばれる味を感じる器官がおよそ1万個あり。 甘みや旨みもわずかでも塩が一緒に触れることでどう刺激しより味を強く感じることが分かってきています。塩は栄養的にも味覚の上でも変わるもののないかけ替えのない食品なのです。塩をめぐり我々は争いの歴史を繰り返してきました。塩をめぐる世界史にはどうやって塩を手に入れるかという問題から 最古の都市は、塩の取引を中心として設立されたことなど、塩は、我々の文献にとって欠かせない存在なのです。このように、塩は貴重であり、古代中国では、塩が国家の基本的収入源でした。インド独立の原因のきっかけになったガンジーの塩の更新も、塩の先媒性に対する抵抗でした。また、中世フランスでは、 塩税と言われる塩への課税が民衆の反発を招き、フランス革命の原因の一つになったと言われています。塩があることで我々は争いを生じますが、料理文化の発達に貢献するなど、国を、都市を、人々を賑わせてきました。 簡単に塩が手に入る現代社会に生きる我々にとっては雪風の塩があると食卓がにぎわうことでしょう。<laughs> 生命は海で誕生し、海から陸の生き物へと進化を遂げる際に、体液や血液などの液体を海水と同じ成分で作りました。また。 赤ちゃんを守る体内で満たされる用水も海水の成分とほぼ同じものです。我々生命は塩と共にあり、塩がなければ生存することができません。敵に塩を送る。女は海という言葉からわかるように。 塩は人間にとって必要不可欠なものなのである。そしてもう一つ。古くはアスカ時代から食事に用いられているわさび。日本人にとって馴染み深い食材です。かの260年間続く江戸幕府を開いた徳川家康公もその風味を大変気に入ったと言われている。 そんなわさびの風味を塩に閉じ込めることで、ピリリと感じる風味が、まるで雪風の雷撃を彷彿とし、食欲増進することが間違いないでしょう。しかし、塩分取り過ぎなどによる高血圧は、動脈硬化を引き起こしますので、美味しいからと言って摂取しすりては、 産地直送雪風の塩来月わさび風味ぜひご賞味くださいこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたチャンネル登録と動画にいいねをしてね雪風からのおねだあなんでこんなことしないといけないのよ